それではね、ここから私諸藤がちょっと話させてもらいます。川越さんにはですね、縦パイロンというものをしてもらいたいと思います。この項目はですね、教習所に通われていた方は分かると思うんですが、パイロンスラロームという項目と同じものになります。それではですね、先ほど説明がありましたニーグリップができていない、目線がちゃんとできていないっていう乗り方と、ちゃんとしたね、正しい乗車姿勢、これで、見比べてもらいたいと思いますので、まず、そして川越さん、準備よろしいですか？はい、そうです。お腹痛いです、緊張です。はい、なんか言ってますけどね、準備できてるみたいなんで、それではまず乗車姿勢ちゃんとできてないバージョン、そっちからやってもらいたいなと思います。それではちょっと見てください。あら、パイロン当てちゃいましたね。あ、また当てましたね。これでも去年のチャンピオンなんですけどね、ちゃんとできなかったら、チャンピオンやったとしてもパイロン当ててしまいます。そしたらもう一回ちょっとそのまま帰ってください。ちょっともっちゃりしますね。なんか本当にチャンピオンなのっていうような走りですけども、それではですね、今度はちゃんとニーグリップもしていただいて、目線もね、進みたい方向を見ながらしっかりした乗車姿勢で走ってもらいたいと思います。それではお願いします。まあ、どうですか、さっきと比べてスピードも上がってますよね。うまいですよね。ニーグリップがしっかりできていると、進みたい方向にもうまいこと進めています。スムーズにね、走れていると思います。どうですか、さっきと違ってギクシャクしないですよね。ちゃんとでき乗車姿勢ができていればね、このようにうまいこと走れますんで、皆さんもバイクに乗られる際はニーグリップ、目線をね、進みたい方向を見るっていうのをちゃんとしていただければ、事故に遭うこともね、少ないかなと思いますんでね、必ずニーグリップ、進みたい方向への目線を持っていくっていうことを徹底してください。川越さん、ありがとうございました。まだちょっと時間があるみたいなんですけど、まだもうちょっと見たいなっていう人いますか？拍手もらいましたね。じゃあちょっとだけやりますか。もう一個だけちょっとやりますんでね。そしたらマイク川越さんに渡します。それでは最後に見ていただくのはですね、強路旋回ですね。強路旋回、文字通り強路で旋回、狭いところで回るという意味ですね。対向車線なんかで、違反車両があった場合、小さく回って違反車両を追跡回数というね、技術になります。これはですね、先ほどお伝えしたニーグリップ、視線、アクセル、ブレーキ、バランスですね、全て揃って初めてできることになります。皆さん、一般のライダーの方にやっていただこうというつもりではないんですが、ただこの CB1300、こんなに重たい単車でも寝かしてもしっかり起き上がってくるっていうのは、この5つね、全部揃えばできますよっていうのを参考に見てもらえると思います。それではお願いします。そうですね、ここまで寝かしても CB1300 起き上がってきます。うまいですね。白バイとはこれって感じのところですね。さっくり、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。